津の物産品を一堂に集めたイベント第35回津市物産祭りが5月18日土曜日、丸の内商店街や津市真ん中広場を会場に行われ、多くの人でにぎわいました。津の食品やメーカー、農林水産物などを一堂に集め、地域産品の魅力を広く PR することを目的に、津市物産振興会の主催で行われている津市物産祭り。今年は会場を丸の内商店街に移し、市内にあるおよそ40店が軒を連ねました。それぞれのお店では自慢の一品が販売され、午前10時のスタートからにぎわいを見せました。たくさん食べてください。津市真ん中広場では挨拶に駆けつけた前橋市長が、今日一日楽しんでくださいと集まった人たちに呼びかけました。このエリア全体を盛り上げていこうということで、今日は企画をしてくださいました。その一つのステージがこの真ん中広場のステージでございます。この後もどうぞごゆっくりお楽しみいただきたいというふうに思います。ステージでは祭りを盛り上げようと様々なアトラクションを企画。トップバッターには子ども唐人、唐人踊りを継ぐ会による子ども唐人が、笛の音色とともにお目見えし、手作りしているという衣装と面をつけ踊りを披露しました。子ども園の年長さんによるちびっこ武者が登場すると、さらにステージ上がにぎやかになり、子どもたちは掛け声とともに元気いっぱいにダンスを踊りました。丸の内商店街内には体験コーナーも設けられていて、木工体験教室や藤バカマの香り袋作り体験などがあり、子どもから大人まで参加する姿が見られました。この日人気を集めていたのは食品やお菓子を扱うお店で、おなじみの定番品から物産祭りでのみ販売の限定品まで、さまざまなラインナップの商品が並べられ、足を運んだ人たちは一つ一つお店を覗きながら買い物を楽しんでいました。今年はお天気に恵まれたこともあり、市内外から昨年よりもおよそ5000人多い、およそ1万8000人が訪れたということです。